ハイパーテックストマークアップランゲージは、ハイパーテキストを記述するためのマークアップ言語の一つ。略して、HTML と呼ばれることが多い。SGML を元に開発された。ワールドワイドウェブにおいて、ウェブページを表現するために用いられる。ハイパーリンクや画像等のマルチメディアを埋め込む、ハイパーテキストとしての機能、見出しや段落といったドキュメントの抽象構造、フォントや、 文字色の指定などの見た目の指定などといった機能がある。2019年6月以降、和次により仕様が作られ、それが W3C 勧告となる流れになっている。W3C は XML ベースの規格である XHTML の勧告も行っている。HTML は機構造のマークアップ言語であり、形式言語である。 プレーンテキストの文章を要素でくくって意味付けという一般的な説明は間違いである。タグとタグでくくられたもの全体が要素であり、タグすなわち要素ではない。マークアップ言語としての特徴は先祖である SGML や兄弟の XML と共通しているため、一下では WW w WW というシステムにおけるハイパーテキスト記述言語としての側面についてのみ記述する。 HTML の要素には文章を表現するものとしてごく一般的なものであるみだし、段落、ハイパーテキストとして特徴的なアンカーに関係するもの、画像などの電子メディア的なものなどがある。また文字色の指定などといった意味ではなく直接見た目のみを指定するようなものは近年ではスタイルシートなどに分離するべきとされているが、歴史的事情及び スタイルシートよりも、この HTML での記述が簡便になる場合がたびたび、あることから現在でもしばしば使われている。その他主要な要素は、HTML の要素の記事で解説している。形式言語として見た場合、公文規則に相当するスキーマは、HTML4 までは DTD として公開され要素ごとに記載することのできる属性。 内容に含むことのできる要素などが定められていた。HTML4.01 では厳密なもの、HTML3.2 からの移行化時のためのもの、フレームを用いた文書のためのものといった3つの DTD が定義されていた。HTML3.2 では見た目を左右する要素や属性が追加されたが HTML は本来文書構造を示すためだけにその存在意義があり、 それらの要素は目的に反するものとされた。そのため視覚的、感覚的効果を定義する手段として、スタイルシートが考案された。見た目を左右する要素や、属性の一部は、HTML4 以降では、非推奨とされており、HTML4.01 ストリクトでは、定義されていないので使用できない。ただし、HTML4.01 ストリクトで、定義され、 非推奨とされない要素や属性の一部にも見た目を左右するものがある。装飾的な視覚表現のために、それらの要素や属性を用いているのであればその内容に適する要素を用いた上で、スタイルシートで表現を指定するのが望ましい。HTML で書かれた文章を HTML 文書といい、HTML では、まず文書型宣言を書く。文書型宣言がないものは、 HTML の規格に従っているとは言えない。HTML5 の文書型宣言は以下のようなものである。HTML4 まではドキュメントタイプデフィニッションによって定義される書式に沿って記述しなければならなく、DTD は文書型宣言で宣言したバージョンのものが選択された。ドクタイプ HTML。次に HTML 文書の例を挙げる。 ドクタイプ HTML。HTML ラングイコール j a ヘッド。メタチャーセットイコール UTF8。リンクレルイコールオーサー HDF イコールメールとメールエグザンプルドットコム。タイトルラングイコール EN ハイパーテックスと、マーガップランゲージ。ウィキペディア、タイトル。ヘッド。ボディー。アーティクル。H1 ラングイコール EN ハイパーテックスと、マーガップランゲージ。 h1phtml は、a, href=http コロンスラッシュスラッシュ ja.wikipedia.org スラッシュ wiki スラッシュ sgml sgml.a アプリケーションの一つでハイパーテキストを利用してワールドワイドウェブ上で情報を発信するために作られワールドワイドウェブのストロング機関的役割ストロングを成している 情報を発信するための文書構造を定義するために使われ、ある程度機械が理解可能な言語で、写真の埋め込みやフォームの作成、ハイパーテキストによる HTML 間の連携が可能である。P、アーティクル、ボディ、HTML。この HTML 文書は次のような構造を示している。タグによって、 文字列をくくることによりその文字列の意味付けがなされる。ユーザーエージェントはそれを解釈して、例えば H1 要素でくくられたテキストは、その文書中で最も重要な見出しという意味を持つようになり、GUI による Web ブ,ブラウザであれば大きく、太字で表示するなどする。また、スタイルシートを用いることで見た目などを指定することができるようになっている。なお、 通常は、マークアップ中に開業文字を挿入しても、ウェブブラウザ上では描画されない。開業を行う場合は、BR 要素を用いる必要があるが、BR 要素は、本来見た目のためではなく、歌や住所のように実際に、コンテンツの一部である、開業のためにのみに使用されなければならない。W3C 韓国の HTML4.01 使用書で、 要素はタグではないとしている。タグとは、文字で始まり、文字で終わっている部分のみを指し、要素は開始タグ終了タグに囲まれた全体を指す概念である。BR のように、開始タグと終了タグを兼ねる一つのタグのみで一つの要素を構成する場合もあるが、あくまでタグと要素の概念は別物である。要素に ID、クラス、 スタイルなどの属性を付与することができる。1989年、セルンのティム・バーナーズリーは、オリジナルの HTML のメモを提案し、1990年5月にコード化した。ネクストステップの動作するネクストキューブ、ワークステーション上で開発された。当時の HTML は仕様ではなく、直面していた問題を解決するためのツール群であった。直面していた問題とは、 ティム・バーナーズリーやその同僚たちがどのように情報や進行中の研究を共有するかということである。彼の成果は後に国際的かつ公開のネットワークの出現として結実し世界的な注目を集めることになった。HTML の初期のバージョンは緩い文法規則によって定義されており、ウェブ技術に馴染みのない層に受け入れられる助けとなった。ウェブブラウザは ウェブページの意図を推測し、レンダリングを実行するのが一般的であった。やがて公式規格においては厳格な言語公文を作ることを試行するようになっていったが、それに加え、ウェブブラウザの挙動をもとに、公文エラーの取り扱いも規格に含めることで、既存のウェブページに対する互換性の維持が図られている。HTML が公式な仕様として定義されたのは1990年代からで、 ある。それは、従来のマークアップ言語である SGML に、インターネットのためのハイパーテキストの機能を取り入れるというティム・バーナーズリーの提案に大きく影響を受けたものだった。1993年には IETF から HTML 使用書バージョン1.0が公開され、SGML からの拡張として、文法定義の DTD を持つようになった。また1994年に、 IETF の HTML ワーキンググループが発足した。しかし2.0以降の IETF の下での開発は他の開発との競合から停滞した。1996年からは W3C によって商用ソフトウェアベンダーからの支援を受け、HTML の使用が標準化されている。また2000年からは国際標準ともなった。 W3C から勧告された最新の HTML 仕様は HTML5.2 である。1993年6月に IETF のサーワーキンググループより提出された HTML 仕様書がインターネットドラフトとして発表された。本来はバージョン番号が付いていないが通常 HTML1.0 と呼ぶ。このドラフトはティム・バーナーズ・リー及びダニエル・コノリーによって ティム・バーナーズリーの出した HTML デザイン・カンストレインツに極力従うように書かれた。1993年11月に HTML の上位互換な HTML が発表された。テーブルなどが追加になっている HTML 使用書。1995年11月に IETF の HTML ワーキンググループによって RFC1866 として、仕様が発表された。下記の補助的な RFC もリリースされた。HTML2.0 は RFC2854 によって廃止され、HTML は IETF ではなく W3C が管理することとなった。HTML3.0 は、策定作業が行われたが、ドラフトの段階で策定途中に破棄された。 HTML3.0 使用書。1997年1月14日に HTML3.2 が W3C 勧告として使用が発表された。HTML3.2 レファレンススペシフィケーション。1997年12月18日に W3C 勧告として HTML4.0 の使用が発表された。 HTML4.0 は1998年4月24日に仕様が改定された。この仕様にいくらかのマイナーな修正が加えられた。HTML4.01 は1999年12月24日に W3C 勧告となった。ストリクト DTD の他に HTML3.2 からの移行過渡期のためのトランジシャネル DTD とフレームを使うことのできる。 フレームセット DTD の3つのスキーマを持つ。この後、HTML4.01 をベースとして、XHTML1.0 が策定されることになる。2018年3月28日に代替された勧告に指定され、最新の勧告を参照することを推奨されている。ISO, IECJTC1 による企画、HTML4.01 を参考にし、 より厳密に企画化された。これは2000年に翻訳され、JISX4156-2000 という JIS 企画になった。ISO, IEC15445-2000 は2003年に訂正版が発行された。JISX4156 は2005年に改正され、JISX4156-2005 となっている。その後、HTML の改良に、 W3C が興味を示さなかったことから2004年に Watsg が開発を開始した。2007年には W3C もワーキンググループを設立し Watsg と共同での開発が始まった。しかし2012年7月両社は別個に作業する体制となった。Watsg の使用策定は HTML リビングスタンダードとして継続している。 2014年10月28日に HTML5 が W3C より勧告された。ブログや記事向けのアーティクル要素やマルチメディアのためのオーディオ及びビデオ要素などをはじめとした新要素、属性が追加され、以前は見た目を規定していた要素のほとんどは変更、または削除された。2016年11月1日に HTML5.1 が勧告され、 2017年12月14日に HTML5.2 が勧告された。W3C による HTML5、HTML5.2 HTML は、WATSG の HTML リビングスタンダードをもとに編集が加えられたものであり、HTML リビングスタンダードとの差異が発生している状態となっていた。これについて、WATSG のイアン・ヒクソンが W3C 側を強く、 避難する事態となっている。W3C は HTML5.3 への作業を進められていたものの2019年の w a t との合意により取りやめている。HTML リビングスタンダードは w a t が更新し続けている HTML の最新仕様。2019年までは W3C の5 HTML 5 HTML5.2 と並行して 使用策定が進められている状態だった。これを元にして W3C の勧告が作られている。ありがとうございます。